優勝おめでとうございます。おっす、ありがとうございます。今の気持ちを聞かせてください。いや、やっと取れたと。前回のカザフではもう反則負けをして悔しい負けをしたので、今度こそはという気持ちで、まあコロナがあったので間が1年伸びて5年になりましたけど、5年ぶりに忘れ物を取りに帰りに来れました。よし。この延期になった部分で難しいところはありますか？いや、むしろ自分は延期になったので、その分しっかりトレーニング詰めたので、自分にとってはプラスでした。よし。決勝の相手、強豪ですか？いや、決勝の相手強かったです。まず、正直後ろ坂選手が立ち上がってくると思って対策してたんですけど、リベンジしようと思ったんですけど、JFK の分を。それはできなかったので、次の JFKO で後ろ坂選手に必ずリベンジしたいと思います。よし。直前で同じ支部の飯野選手が優勝を見てました。見てました。どのような気持ちですか？いや、もう、隼人とは、自分はもう幼稚園の頃がずっと一緒で、初めこそ流派は違ったんですけど、ずっと一緒にお互いの結果とか見てきたんで、もう正直、もう泣きたいぐらい込み上げてきたんですけど、もう一度そこで集中して直して、自分のことに集中しました。次、目標はありますか？次はとりあえずは、12月の無差別の全日本大会なんで、そこに向けて、まずは表情を合わせて、また体を作り直していきたいと思います。おっす。最後に応援してくれた方へメッセージをお願いします。おっす。日本の皆さんが応援してくれたおかげで、自分はこのような優勝という世界一になることができました。おっす。応援ありがとうございました。おっす。